京阪700系電車は、かつて京阪電気鉄道に在籍した通勤系電車。600型700型の6 0 0系の車体更新が完了した後、京阪線における最古3形式は、流線系の全面形状が特徴であった1000型1100型、並びに同形式の中間車である1200型1500型の各形式となった。 これらは全車とも車内設備の近内化を完了し、淀土屋橋延伸後は利用客増加に対応するため、長大編成対応化をはじめとした各種改造を施行しつつ運用されていたが、経年30年前後を経過して、車体の老朽化が進行していたことに加え、幅 2550mm の狭い車体とに、扉構造が災いして急増する需要に対応することが困難となりつつあった。 これら4形式の代替という総力増強を目して、600系と同様の手法、すなわち代替車両より主要機器を流用し、車体を大枠より申請する形で誕生したものが本系列である。1967年から1970年にかけて7両編成6本と中間電動車2両の計44両が落成したが、 更新途上において1000型100型等と同一の伝送品を搭載する60型、琵琶子号も本系列の申請に際して種社となり、主要機器を供出した。なお、本系列は全車とも申請名義で認可申請を受けており、主要機器を供出した各車両は、本系列竣工と同日に廃車扱いとする手続きが取られている。前述のように、 大枠より完全申請されたものである。申請された車体は600系を設計の基本とした全金属製軽量車体であり、裾絞りのない車体、2連ユニット窓で構成された、側窓配置、多系列における、両解比よりも100ミリメートル、狭い1200ミ、mm、リメートル幅の、両開脚用扉、扉枠いっぱいに広げられた大型の客用、扉窓といった、機器流用、 車体申請者固有の特徴は本系列にも継承されている。ただし、内部設計に関しては600系における大胆かつ過剰な軽量化設計の反省から量の省略を抑えるなど車体強度確保や耐久性にも留意した設計に変更された。もっとも、本系列においても床部の構造を一部簡略化するなど、カルダン駆動車各系列とは異なった設計が、 採用されており、各社の事情は600系と同一値に抑えられている。全面デザインは2200系に準じたものとされ、全小灯を全面上部左右に一頭ずつ配置し、全面左側の開閉可能窓の上下寸法が縮小されたことにより、600系とは印象が異なるものとなった。全面貫通とビラブには貫通ホロが設置されたものの、前述のように、 本系列は当時の軽半線における最大量数である7両固定編成で申請されたことから実際に貫通フォロが使用される機会はごく一時期に実施していた600系との連結の際などの程度であった。側窓配置は600系に準じており先頭車700型が D1D22D2D1 中間車750型780型が 2D22D2.2D2 と両者で異なる点も同様である。ただし、側窓構造が600系の二段上昇式から上段加工、下段上昇式に変更され、下段の開口面積を縮小して、保護棒を省略した。その他、客用扉の窓へ2900系、申請者グループと同様のアルミ枠による縁取りが追加された点が特徴である。 車内の仕様は600系と同一である。すなわち、大天井中央部へ一列配置された、車内照明や化粧板を省略してパイプのみで構成された座席肘掛けなど、機器流用、車体申請者固有の仕様で統一されており、本系列と同時期に進行した2400系とは全く異なるものとされた。カラースキームは、 壁面デコラが薄緑色、シートモケットが緑、床面、ロンリウムが小緑と緑系で統一され、当時の軽阪における通勤系車両の標準仕様を踏襲したものである。車内送風機は扇風機が採用され、屋根上通風機は押し込め型のものが一両あたり5から7個搭載された。主要機器はその大半が種車より流用したものであるが、 本系列へ搭載されるにあたって一部改造が実施されたものも存在する。なお、本系列は、性能的には600系をはじめとする吊り掛け駆動車、各形式とも並結可能であり、一時期ではあるが実際に600系や1300系と、混結して運用されたこともあった。 電動化無軸式の東洋電気製造製 ES-152、ES-155、ES-517 ES の、いずれかを、各電動車に搭載する。種車に搭載されていた当時は、直並列制御を行うのみであったが、本系列への搭載に際して、境地接触機を追加し弱め開示制御を可能とした。東洋電気製造製 TDK-517。 2D 直巻規粒子電動機を電動車1両あたり4機搭載し、駆動方式は吊りかけ駆動である。同種電動機は、種社が搭載した TDK-517 系種電動機並びに TDK-553 系種電動機の外枠のみを流用して内部を申請し、1時間定格出力 90kW の種電動機に再生したものである。 歯車比は出力向上に伴って67、22に変更された。東洋電気製造製 PT-42 系、両系パンタグラフを各電動車に一機搭載する。搭載位置は各社の大阪寄りであるが、京都向き先頭車である700型機数車のみは京都寄りに搭載した。大半が種車より流用した台車を装着する。 製造メーカーの総意等から、形式は多岐にわたるものの、いずれもボールドウィンロコモティブワークス社製、ボールドウィン A 型台車の模倣品というべき、蛍光組み立て型釣り合い量式台車であり、本系列への装着に際しては600系同様に、枕バネを原型の板バネから、オイルダンパー併用のコイルバネに換装し、軸受けのコロ軸受け化が施行されている。 制御電動車700型は701から708が、記車製造 KS-18、709から712が、記車 KST-18 を改造した KS、KS-18B をそれぞれ装着する。中間電動車780型は780が、日本車両製造 NS-84 から35を改造した NSA、781から790が、 日車 NS-18、791から794が、汽車、KST-18 を改造した、KST-18C、795から799が、近畿車用、KRS-12 をそれぞれ装着する。付随車750型は752が、汽車、KST-18 を改造した、KST-18B、 753から758が、記者、KST-18、759から761は、日車 NSD-12 をそれぞれ装着する。なお、762の装着する、日車 NSD-12B は、60型61.62の、各中間連接部隊車を改造の上で流用した、ものである。また、 751発射者である1500型1505が、加茂信号所付近で発生した列車衝突事故の被災車両であったことから、台車は、同車より流用せず、1 8 0 0系1 8 0 1の台車交換によって、余剰となった汽車系、記者 KS-6 ペデスタル式台車を装着した。種車より流用した、日本エアーブレーキ製の営動ベンを採用した、甘自動空気ブレーキに、 中継弁並びに電磁と湿弁を追加した AR、L ブレーキを搭載する。基礎ブレーキ装置は制動灯を車体側に搭載し、制動微希望によって前後台車計4軸の制動を動作させるという主社、同様の古典的な機構が踏襲されている。電動発電機は、東洋電気製造製 TDK-356 を電動空気圧縮機は、 日本エアーブレーキ製 DH-25 を制御電動車700型並びに電動車780型に各1機ずつ搭載する。本系列は当初より7両固定編成として設計、製造されたものの造備の途上等において3から4両編成程度の単編成や600系との連結編成が存在した時期があり、宇治線や片野線への入線実績を有する。 ただし、竣工当時運行されていた近鉄京都線への乗り入れ運用には充当されなかった。全44両が出揃った後は、中間運転台の存在しない7両固定編成という収容力の大きさを生かし、主に急行準急運用に充当された。同様の理由から京都競馬開催時に運行される臨時列車にも対応された。なお、 7両編成6本を蘇生すると半端となる2両の中間電動車については同一性能である600系の編成へ組み込まれて運用された。竣工後は側面種別表示幕の新設、並びに列車無線装置の設置といった小改造を実施されたのみで、概ね原型を保ったまま運用された。線形への改造当初の携帯付近、 1983年、車体改修工事施行後、旧塗装の線形芯塗装となった、現在の線形計半線の河川電圧1500、ボルト昇圧計画が具体化すると、本系列を含む吊り掛け駆動車各形式をはじめと、する、昇圧対応が不可能な各形式の扱いが、問題となった。本系列については、車体申請から経年が浅く車体の状態は、 良好であり、かつ600系と比較して、車体強度を向上させた構え体設計が幸いして、冷房装置の搭載が可能であったことから、車体のみを流用して昇圧に対応した主要機器を完全申請する形で、昇圧対応を実施することとなった。改造は、編成単位で運用されていた7両編成6本42両が対象となり、 1977年から翌1978年にかけて順次施行され、改造を実施した車両は線形と形式称号が解消された。なお、改造対象から外れた中間電動車781.799は1978年に600系へ編入されて680型690.691と解消、改版され、本系列は 形式消滅した。その後の変遷は、京阪線系電車の記事を参照されたい。ありがとうございます。